3年に一度、世界最大級の陶磁器の祭典、2021年9月30日から10月17日に開催、国際陶磁器フェスティバルミノ2021。日本を代表する陶産地である岐阜県多治見市、瑞浪市、土岐市、可児市を舞台に、3年に一度開催される世界最大級の陶磁器の祭典。陶磁器のデザインと文化の国際的な交流を通じて、さらなる陶磁器産業の発展と文化の高揚を目指す。メインイベントの国際陶磁器展ミノは、国際的に認知された陶磁器コンペティションで世界中の作品が一堂に会す展覧会。今回は過去最高となる64の国と地域から応募があり、1292人、2435作品の応募があった。その他、来場者が美濃焼の歴史や魅力、地域の風土を感じ楽しむことができる4市の陶磁器産業、地域、文化に密着した事業を多数開催。国際陶磁器フェスティバルミノ2021。